小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんこんばんは、小林誠也です。こんばんは、安田雅史です。小林さん、お帰りなさいませ。ただいまです。初の泊まりのロケの、はい、ドラマの撮影どうだったでしょうか？あ、もう本当に、あの、なんていうんですか、今までこうたくさん現場に行かせていただいてたんですけども、はい、やっぱこう、まあ、スケールの違いと言いますか、あ、本当にあの、なんていうんですかね、その現場がこう海の近くだったんですけども、はい、もう本当にあの現場の雨のシーンとかもあって、はい、すごいこう大変な、結構過酷な現場だったんですけども、はい、やっぱりそれでもこう、あの、人数だったり、その役者さんのパワー、演技の力がすごくて、本当に圧倒されて、はい、もう1日目は本当になんかふわふわっとちょっとダメなんですけど、ふわふわっとして、もう2日目からその1日中こう現場に携われるということで、もう必死に勉強させていただきましたね。いいですね。泊まり僕もしたことないんで。ああ、でも聞いたところによると、こう結構泊まりにないにせよ、こう結構超話題作の、はい、はい、そうですね、続編の、続編の、はい、撮影に参加したって。そうなんですよね。僕も、まあ、あの、そ の, あの映画なんですけれども、あ、はいはい、あの、その映画のエキストラに、はい、行かさせてもらって、はい、まあ、エキストラさんが100人以上いる中で撮影しますって言われて、はい、まずもう人の多さでもう僕も圧倒されちゃってうわーすげえと思って、はいはい、でそれで、普段あのなんかちょっといいめの服を着て、はい、着てくださいみたいな、その清掃じゃないですか。ああ、なるほど、ピシッとした、はい、ピシッとしたやつ、はい、普段あの着慣れてないんでなるほど、これ大丈夫かなって、なんか内心自分でそう思いつつ も、でも撮影が始まったら、はい、もうスイッチが入っちゃったんじゃないですけど、まあ、はい、あの、僕なりに一生懸命頑張れたのかなって思いましたね。なるほど。まあ、あとすごいなって思ったのが、はい、あるキャストさんで、はい、痛がるシーンがあったんですけど、はいはい、で、まあ、僕それをちょっと見ていたんですけど、はい、うわーって、ただその叫ぶだけじゃな、なんでしょう、言葉に伝えるとすごい分かりづらいですけど、ただ叫んでるんじゃなくて、本当にもう声だけでも痛そうっていうのを表現すごいしてて、あ、もう痛みが伝わるぐらいの。そうなんですよ。なんで、なるほど、その迫真の演技が、あ、これはこの現場が来てすごい勉強になったなっていうやつの一つなんですよね。小林さんは逆にその泊まりのロケで、はい、あ、これ勉強になったなっていうのとかあります？わ、やっぱりその何回もこう同じシーンを撮るっていうのがやっぱりどうせもあるじゃないですか、はい、そうですね。それでもやっぱりこう変わらずに、どれだけ雨当たろうが濡れようが、もうどれだけ変わらずにこう同じ迫力でっていうのが、やっぱり本当にそれこそ役者の本当になんていうんですかね、 あるべき姿というか、やっぱりパワー、力を本当に感じましたね。確かにそれはわかりますね、はい、僕も連日泊まりではなかったんですけど、はい、2日連続で撮影したんですけど、あ、はい、まあ、昨日のようにやってくださいって普通に簡単な、あ、それで言われるんですけど、本当にすごいですもんね、はい、それをパッとできるのもすごい、やっぱり、まあ、僕はできたのかわかんないですけど、いや、それをパスできる人、やれるように僕らもね、成長していけたらと思っておりますね。まあ、すいません、それではね、大変お待たせいたしました。とにかくありがたいことに、はい、本当にありがたいことに、あの、2人とも最近何かとありがたいお仕事が多くなってきたリポートとともに、そろそろと、そろそろ始めて参りましょう。はい、はい、そうですね、はい、一日も早く、先月はこんなドラマに出ました、こういった映画に呼ばれましたと言えるように、はい、頑張っていきますので、まあ、応援よろしくお願いいたします、はい、それではまず最初のコーナーは、マー君ジャスト50の一人旅のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕、安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして、指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような行き方をご紹介させていただくというコーナーです。はい、まあ、ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは変えることもありますことをご容赦ください。はい、今回僕が向かった駅は、最近 JR の各駅にとてもたくさんのポスターが貼ってある、はい、福が満開福の島、ほう、まあ、福秋冬キャンペーン2018のキャッチコピーに、あ、福島秋冬キャンペーン、あー、はい、うん、まあ、載せられたわけではないんですが、はい、福島県の福島駅に行ってまいりました。お、はい、はい、
決して載せられてはないです。決して、はい、まずは福島駅の歴史などについて簡単にお話しさせていただきたいと思います。はい、福島駅の開業は1887年明治20年12月だそうです。はい、当時は日本鉄道線という路線の駅だったそうです。はい、まあ、現在は JR 東日本の新幹線在来線のほか、はい、阿武隈急行の阿武隈急行線と福島交通の飯坂線がこの福島駅に乗り入れをしています。はい、まあ、そしてこの福島駅、実は駅舎東口がレンガ町になっており、はい、1962年昭和37年に完成したそうです。はい、その後50年余りの時を経て、ちょうど今から3年前の2015年平成27年にリニューアル工事が完成しました。はい、まあ、このリニューアルは JR 東日本が進めるエコステのモデル駅とされています。エコステ、はい、はい、まあ、このエコステとは、はい、まあ、JR 東日本が進める省エネルギー再生可能エネルギーなど様々な環境保全技術を駅に導入する取り組みのことです。はい、省エネ、総エネ、エコ実感、環境調和を4つの柱として掲げ、はい、それぞれのエコメニューが駅に導入されています。はい、まずエコステイモデル第1弾である中央線四ツ谷駅は2012年3月に開始され、はい、LED 照明や屋上緑化など計17ものエコメニューが導入されています。はい、まあ、エコステモデル第2弾である、まあ、東北本線の平泉駅は2012年6月から、はい、太陽光発電と蓄電池を組み合わせることにより、はい、まあ、晴れた日において駅電力使用量をすべて賄い CO2 排出量ゼロにする、まあ、ゼロエミッションステーションに取り組んでいます。はい、2013年9月には3番目のエコステモデル駅としては、はい、まあ、京葉線海浜幕張駅です。お、はい、海浜幕張駅は総エネメニューとして太陽光パネルや小型風力発電機を設置しています。知らなかった。はい、2015年3月には4番目のエコステモデルは、はい、まあ、常磐線湯本駅。湯本駅の特徴は太陽光、福島県産木材、はい、温泉熱などの地域資源を積極的に活用していることです。へえ。そして今回僕が訪れようとした福島駅、はい、東日本大震災からの復興に取り組む、福島県内において、はい、再生可能エネルギー設備を導入するとともに、はい、軽量型太陽光パネルを設置したり有機薄膜太陽電池を活用しているそうです。へ、はい、まあ、まあ、なかなかと話してきましたが、あ、はい、まあ、そんな今回福島駅に行くためのルートの紹介に移りたいと思います。はい、お願いします。さて行きのルートですが、はい、まず山手線の田畑駅に、はい、田端駅の山手線に、はい、乗りまして、はい、上野駅まで行きます。ここで4駅です。はい、4駅、はい、そして宇都宮線に乗り換えまして、はい、上野駅から浦和駅に行きます。浦和、はい、ここで3駅ですね。はい、そして湘南新宿ラインに乗り換えまして浦和駅から、はい、宇都宮駅まで行きます。はい、はい、ここで18駅です。18駅、はい、そしてここで東北新幹線ですね、はい、宇都宮駅から福島駅、これは4駅ですね。で合計いたしますと29駅となりました。29、はい、はい。そして帰りは少しルートを変えて、東北新幹線ですね、はい。福島駅から東北新幹線に乗って、はい、今度は大宮駅に行きました。ほう、はい、はい。ここで6駅です。はい、そして大宮駅から埼京線に乗り換えまして赤羽駅まで行きます。はい、ここで11駅です。はい、そして、京浜東北線に乗り換えまして、はい、赤羽駅から田畑駅に帰ってきて、はい、で4駅、これで合計しますと21駅、はい、行きと帰り合わせますとジャスト50で行くことができました。なるほど、はい、まあ、そんな福島駅に行ってみた感想ですが、はい、まず行く前からいろいろ環境のことに取り組まれてる駅なんだという、まあ、真面目、いつも以上に駅の様子についてきちんと見なくてはなという、はい、まあ、少し緊張気味ではない、まあ、に降り立ったんですが、あ、はい、まあ、なんとホームから改札へ向かう途中、はい、まあ、本格的な鉄道模型が走ったんです。へえ。なんか楽しくなってお子さんと混じってずっと見てました。そうだったんですか。あるとは知らなくて見つけた瞬間すげーってなっちゃいましたね。あるもなんかね、はい、
そして僕は見ることはできなかったんですが、はい、東京駅から下ってきた新幹線は福島駅を境に山形方面と青森方面に分かれます、はい、これは上りも同様ですね、はい、はい。福島駅はその分岐駅ゆえ連結や切り離し作業が行われているんです、はい、皆さんもぜひ一度福島駅に行ってみてください、はい、鉄道ファンというわけではないんですが、やはり鉄道模型って目を引かれるものなんですね。そうですね、なんか男子はもうあと環境に優しい駅ということなの、はい、環境に優しいという駅なので、はい、まあ、本日の発電量っていう表示があり、まあ、行くだけでもまあ楽しい駅かなというふうに思いました、はい、以上今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。改めまして、現在放送中の初めの2分担当は小林誠也と安田正史の新人俳優がお送りしております。さて今回も、はい、スペシャルゲストの方をお迎えいたしました。アコーディオン奏者でアコーディオンユニットめぐりのメンバー吉岡梨沙さんです。はい、はい、皆様こんにちは、アコーディオン奏者の吉岡梨沙です。本日はよろしくお願いいたします、はい、お願いします。こんにちはというか、あの時間帯が確か19時なのでさ、そうですね、はい、それでは、はい、まずは吉岡梨沙さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます、はい、小林さんお願いいたします。はい、こちら吉岡梨沙さんは愛知県のご出身でして、東邦大学、東邦学園大学ピアノ専攻をご卒業された後、ショパン国際ピアノコンクールインアジア優秀賞受賞の後、日本はもとより海外でも数多くの公演をこなされ、第7回 JAA 国際アコーディオンアンサンブルコンクール最優秀賞も受賞、坂東玉三郎さん、宝塚 OG の方々をはじめ著名なアーティストと共演するほか、イベントライブなどに精力的に活動中です。そしてなんと今月のね、11月9日、今週の金曜日ですね。そうなんです、はい、新興ミュージックさんより、2台のアコーディオンユニット、アコーディオンによるデュオユニットめぐりとして、アコーディオンアコーディオンというアルバムをリリースされます、はい、今回は新曲リリース直前にもかかわらず、本当お忙しいところ僕たちの番組にゲストとしてお越しくださっていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。このアルバム現物が今ここに、はいはいはい、あります。あるということで、はいですね、はい、でこちらね、アコーディオンアコーディオンです。11月9日、はい、発売ということで、はい、ジャケットがこれですね。はい、はい、そうです。吉岡さんがすごい綺麗ですね。すごいですね、これ。いやいやいや、こう派手なというか、そうですね、すごい結構、はい、このヘッドドレスはヴィヴィアン佐藤さんという方がデザインしてくださって、はい、はい、こう、あ、そうだったんですね。そうなんですよ、すごい素敵なヘッドドレスで気に入ってます。そうですよね、これアコーディオンもちなみにこれ色ついてる形ですかね。これ緑色ドレスと、その緑はライトです。ライト残念残念でもこの緑のドレス、すごいですね、はい、赤と緑のこうね、色彩というか、はい、すごいジャケットがかっこいい形、ね、ありがとうございます。かっこ美しいみたいな、シックな形で決まっております、はいはい、ぜひ皆さんも手に取ってほしいかなと思っております、ね、あの映像のね、配信版の方でこうやって見れると思うんで、はいはい、ぜひぜひ皆さん確認して、はい、いただければと思います。早速ちょっとコーナーの方に移りたいと思うんですが、はい、まず吉岡さんがアコーディオンを演奏するようになったきっかけは何でしょうか。はい、あの、私はピアノも演奏していたのですが、あ、はい、まあ、今も演奏しているんですが、はい、あのイベントやパーティーなので、はい、あのフルートやバイオリン、はい、歌の方々と一緒に演奏しに行って、あ、はい、で、あのイベントの後半くらいになってくると、はい、みんなが盛り上がって、はい、ステージから降りてお客様の席に行くんですね。で、はい、それでそこでお客様とかがすごい喜んで盛り上がってるんですよ、はい、で、ピアノはどうでしょう。ピアノは動けない。そうなんですよそうですよね、はい、今そういえばと思って、はい、だからせいぜい立つぐらいで、で、何かあの、はい、パフォーマーの一つとして、あの、何かできないかなと思った時に、はい、あ、ちょっとアコーディオンやってみようと思って、はあ、で、アコーディオンやったらハマってしまったんです。へー、はい、そうですね、アコーディオンだと動きながらでもできますもん。そうなんです、はい、移動しながら
ピアノを弾けるという、はい、そうですね、すごい魅力ですね。それもそんなことがあったのかという、はい、だそのまあその魅力もあると思うんですけど、ズバリこうアコーディオンのアコーディオンという楽器を魅力を一言で表すとどんな感じですか？生命ですね。生命、はい、まあ、なんでかというと、はい、アコーディオンは蛇腹を動かして、はい、空気を開けるときに空気を入れて、はい、で閉じるときに空気を出して、あー、で、はい、リードを通って音を出してるんですね、はい、そので空気が入って、はい、で入って出してっていうのってもう呼吸ですよね。あー、はい、だからもう楽器自体がもう呼吸をして、その呼吸の仕方によって音が変わって、はい、あ、結構このその動きだけでも結構音が変わってきたりとか。そうなんです。あのピアノは指先の音のタッチで音色を変えるんですが、アコーディオンは蛇腹使いで音を変えるんです。へえ、そうなんです。はい、もうその生命は、はい、その生命はなんか感情豊かな性格の持ち主ですね。ああ、なるほど、はい、もう本当に演奏者をの動きを直にこう表現できるという、はい、はあ、素晴らしいですね。それは素晴らしい楽器ですね。そうなんです。素朴な疑問なんですが、はい、吉岡さんはアコーディオンを何台お持ちなんですか？まあ、私が持っているのは3台です。3台も、はい、ってことはあれですか、やっぱり寿命とかそういうのとかそのだけで買い替えるっていうわけではなく、アコーディオンは基本大切に使っていたら、はい、ずっと使えると思うんですね。はい、まあ、あの定期的なメンテナンスも必要になりますけども、はい、はい、なるほど、じゃ一生ものの楽器ということで、はい、やっぱその一台一台やっぱさっきおっしゃいましたけど生きてるんで音もやっぱそうですね、個体差はすごくあります。あ、なるほど、なんかいいですねそれ、はい、個性みたいなのがあるんですね。そうですね、あります。すごいですね。ではそのアコーディオン奏者になられて今までからは想像しなかった失敗とかって？はい、あの失敗というか、はい、ピアノを演奏している時は横向いてるじゃないですか。あ、で、はい、パッとアコーディオンでステージに初めて立った時に、はい、目線どこにしようっていう、もう目線そこを考えてなかったんですね。あ、なるほど、だからもう、はい、あのお客様が直にあのもう前にいると、うん、お客様の目が見えるので、うん、お顔が見えるので、え、どうしようと。なるほど、今まで感じられなかった視線の、はい、そうです、はい、なるほど、それでこうなんか焦ってしまったりとかってことですか？あ、そうですね、その時はもうすごくそれで緊張しましたね。どうしようと思ったんですけども、最近は慣れてお客様の目を見つめてます。いいですね。じゃあ次、続いての質問なんですが、はい、時間がある時は音楽活動以外にどういった時間の使い方をされていますか？はい、私は結構アクティブな方だと思うんですけど、はい、あの最近ハマっているのがシックスパッドステーションっていう代官山にある EMS を使った最先端トレーニングジムがあるんですよ。ジム、はい、でそのシックスパッドってご存知ですか？あ、なんかあの腹筋を、はい、そうです、ビリビリで電気でビリビリして筋肉を動かしてっていうのを、そこのシックスパッドステーションではあの腕、お腹、背中、まあ、お尻とか、もう腹筋だけでなく、そうです、太ももとか全身にその機械を当てて、で装着して、でそれをであの電気を流しながらトレーニングするんです。あ、なるほど、それ結構鍛えられそうですね。はい、楽しいですよ。はい、はい、ではその先日先ほどねご紹介させていただいたアルバムアコーディオンアコーディオンが、はい、今週の金曜日11月9日にリリースされますが、はい、これはどういったアルバムなのかという簡単な、はいはい、ご紹介お願いしてよろしいですか？はい、めぐりというアコーディオンユニットは、はい、のアコーディオン2台で2人でっていうふうに言ってるんですけども、はい、このアコーディオンのアコーディオンアコーディオンは2人だけの演奏も入っておりますし、はい、2人とももともとピアノ出身なので、あ、元々、はい、はい、あの2人がピアノも演奏して、あ、でアコーディオンも演奏してっていうのも入っておりますし、はい、あのベースも入ったり、パーカッションも入ったりという、あの
で音楽も、はい、可愛い曲から、はい、可愛い曲チョコレートという曲から冥獄という迷うに地獄の獄って書いた、はい、ちょっと重い先ほど、はいはい、皆さんにお聞きいただいた曲です。そうです、結構幅広い曲楽しんでいただけるかなという形で、はい、アルバムになっておるはいということで、はい、あ、なるほど。じゃあ続いて吉岡さんから、はい、この番組を聴きのリスナーの皆様へのメッセージをちょっと一言いただけたらなと思います、はいはい。アコーディオンは皆様そばで聞いたことありますか？なんか結構聞いたことない方がたくさんいるんじゃないのかなと思いまして、はい、ぜひアコーディオン生で聞いて、はい、アコーディオンの魅力を知って好きになっていただきたいなと思います。はい、はい、リスナーの皆さんよろしくお願いします。ぜひそうです、ね、アルバム生で聴く機会とかそうそうないですよね。そうなのでじゃあその生で聴ける今後のライブなどの活動について、はいはい、告知など詳しく告知などをお願いしたいと思います。はい、アコーディオン、アコーディオンのレコード発売記念ライブが、はい、はい、11月22日、はい、福島県いわき市、はいはい、クラト、そして11月28日こちらは東京六本木のバードランド、はい、そして12月1日、はい、名古屋ジャズスポットスイングさんで演奏あります。お、そこで生で聴けると、はい、ということで、はい、なるほど。はい、ということでリスナーの皆さんこれもうぜひ本当お時間よければ、ライブにぜひとも足を運んでいただいて欲しいなと思います。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございます。今回のゲストはアコーディオン奏者の吉岡理沙さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか？これからも皆さんの応援とともにどんどんお便りお願いいたします。メールの送り先が、各番組とも今月から変わっておりますのでご注意ください、はい。メールアドレスは info@plus-vox.co.jp はじめの2分までお待ちしております。はい、それでははじめの2分、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは小林誠也と安田正史でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。